こんにちはみまんです。この動画シリーズではネイティブの早い英語を3分で聞き取れるようになってもらいます。今から僕は英語表現を言うので何と言ってるか、そしてどうみか当ててください。じゃあ行きましょう。I stayed up all night。何と言ってるでしょうか、どうみうでしょうか、3秒考えてください。では答えです。答えは I stayed up all night でした。Okay? これは一晩中起きてましたという表現なんですけども、昨日の表現も同じような感じですよね。で昨日は I was up all night だったんですけども、ま、ああの、起きていました。一晩中起きてました。そして、I stayed up all night だと、stay up が、わざわざ起きてるみたいな感じで使うんで、まあ、そんなになんかこう使い分けなきゃいけないことはないんですけども、例えば大晦日で、子供が、can I stay up late とか、can I stay up all night とか、まあ、あ stay up late の方が多いかな。えー、起きてていいみたいなことを聞くときには、stay up を使うことが多いですね。なので、こう、積極的に自分から、 起きてるぞみたいな時はステイアップを使うことが多いです。で、I was up だと何か起きてた。なんか適当にあの YouTube とか見てたら、えー、イムランの動画レッスン見てたら朝になっちゃいましたみたいな時は I was up ですね。で、自分から積極的によし、今日はイムランの動画を見て一晩中明かそうと思ったら I stayed up っていう感じです。OK? なので、まあ、そこまでこう厳密に分ける必要はないんですけども、一応ニュアンスとしてそんな風に違うというのは頭に入れといてください。OK。では、えー、まあ、恒例ですけども、今回こう聞こえなかった理由は、表現を知らなかったからっていうケースもあるし、単語と単語が繋がっている発音を知らなかったから、こういう風に繋がる、こういう風に変わる、こういう感じになっちゃうっていうのが分かんなかったから、聞こえなかったパターンもあるので、まあ、自分がどっちなのかをしっかり把握することが重要ですね。で、あ、 今回は表現したけど発音がわかなかっただったら発音を徹底的にやれば聞こえるようになるだけなので、とてもシンプルでございますね。OK?OK?、Okay? Okay、ではリアル発音機を見てみましょう。こんな感じです。僕らはこうやって発音します。OK?I、okay? stayed up. ここがラ行っぽくつながるんですよ。stayed up.dap って d でつなげるんじゃなくて stayed up. 軽めです。R、えー、ラ行の軽めです。s t a y ラララですねラ。ラを軽く言ってください。ラ、ラ、ラ。I stayed up. I stayed u p、okay? これはラ行の50%引きと私は呼んでるんですけどもど、どれぐらい50%かっていうと軽く、うーんみたいな感じで当てるか当て,当てないかぐらいな感じでやるとちょうどいいです。OK?I、okay? stayed up all n i g h t a l l night. ぐらいのつもりで言ってください。そこ行きましょうか。a l l n i g h t a l l n i g h t a l l night.Very night. night. good. じゃあ行きましょう。I stayed up all night. I stayed up all night. ちょびりぐー、very good. いいですね。オーケーじゃあ字幕隠して見ていきましょう。I stayed up all night。普通に聞こえますねオーケー。もちろん今やってたからっていうのはあるんですけど、こうつながってるっていうのを意識しだしたらわかるようになってくるんですよオーケー。なので、この動画レッスンでどんどん,どん,どんこうつながってるところをですね、勉強していって、どん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 ,ん 聞こえるよみたいな感じになっていきましょう。Okay? a l、right. 最後それも一緒にやってみましょう。ん普通に聞こえるけど ?very good. その気持ちを常に持っといてください。o、okay. k so I'll see you tomorrow. Bye.